大体3000万人ぐらいの今日本で方々が非常に不安定な状況で生活をされているというこの雇用状況のもと、その多くのパーセンテージが若者に負担がかかっている。雇用がしっかりしないと、要は所得が上がらないと、私たち家計回してますってね、思うと思うんです。所得が上がらないと暮らしって良くならないじゃないですか。医療とか介護、これ400万人いるんです。でこの400万人のところが非常に働いている人たち、これがまた若い人が多いんですけど、その若い人の賃金が非常に低いんですよ。ここにしっかりと財源を公共事業に回すんじゃなくて、この財源をこちら側、医療や介護、こちらの方にしっかりと回して、やはり労働環境を整えていく、そういった意味でそこに雇用を作っていく。そうするとそれは少子高齢化を支える流れになってきますよね。公共事業は一過性ですから、そこに雇用を作っても、そういった意味での雇用総数がその400万っていうのはそういう数字なんです。皆さんの代表というよりは代弁者ですよね。皆さんの声を形にしていく、で国会に行って戦う、でそういうのが私は本当の政治家だと思うので、そういうのがやっぱり私がやりたい今でしょう。皆さんとご一緒に市民が主役の社会を作っていくですね。一番話したかったね。ありがとうございます。本当にありがたい。皆さん、若い世代を含めて私たち子育て世代、そして暮らしを増しているようなこの主婦、女性、お方とお母さん、こういった人たちが真ん中になるような声をですね、しっかりと吸い上げていきながら、これからですね、選挙戦終盤にかかりますけども、吉田で全力で頑張りますので、どうか皆さん、応援してください。お願いします。戦っていただいて、私吉田怜央を応援いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。